大西秀とは、日本の総務官僚、政治家。香川県高松市、第16代市長。香川県綾歌郡飯山町出身。香川県立丸亀高等学校、東京大学法学部卒業。1982年4月、自治省入省。島根県総務部長、総務省自治財政局地域企業経営企画室長、総務省情報。 通信政策局地域放送課長などを務めた遺憾。2006年9月、増田昭三市長が市議会で引退を表明した。市議会の保守系最大会派同士会の出馬要請に答えて総務省を退官し、11月に立候補を表明。自民、公明の推薦を受け、連合賀は実地労憲本部と政策協定を締結し、マニフェストをまとめて、 無所属で出馬した。2007年4月15日告示の市長選挙は、大西以外に届け出がなく、初の新人無投票当選になった。当選後、都市の中枢拠点性を強化し、すべての市民が暮らすことに誇りを持てる高松を作り上げたいと抱負を述べた。マニフェストは、井上と戸高松夢と誇りを持て、文化の重視と人間性の回復を、 基本理念とし、真の田園とし、高松の構築をキャッチフレーズに掲げた。高松、町づくり、高松、人づくり、高松、行政改革をスローガンとし、7つの政策キーワードに50の施策を掲げた。市長選挙で掲げた文化の重視と人間性の回復を基本理念としたマニフェストに沿って、 第5次総合計画の策定や自治基本条例の制定、自転車を活用した街づくりなどを推進した。2010年12月議会で引き続いて、かじ取り役を担いたいと無所属での再選出馬を表明した。告示前に、市議会の自民、公明会派や連合香川と政策協定を結んで支援体制を整えた。2011年2月、 新マニフェストを発表した。2011年4月17日告示の市長選挙は、現職であった大西以外に届け出がなく、初の2期連続の無投票当選になった。当選後、新マニフェストに掲げた施策を着実に実行に移し、高松市のさらなる飛躍発展を図る。特に、コミュニティの再生と、安全安心な生活の保障は最重点で、 取り組みたいと抱負を語る。新マニフェストは、刷新継続、をキャッチフレーズに掲げた。高松クリエイティブイノベーション、創造性豊かな海へ田園、人間都市へをテーマとし、12の制作キーワードに60の施策を掲げた。市長選挙で掲げたマニフェストに沿って、地域コミュニティの再生や、創造都市の構築などを推進した。 2015年4月19日告示の市長選挙は、無所属で現職の大西秀人に、無所属新人の元共産党市議の忠久ひが挑む、12年ぶりの選挙戦になった。4月26日の投開票結果は、現職の大西が参戦を果たした。当選後、かじ取り役の責任を果たしながら、目に見える形で成果を示したいと語る。投開票結果は、 下記の通り。当日有権者数345,690人、最終投票率47,61%新マニフェストは、イノベーションを継続。創造性豊かな海へ田園、人間都市へをキャッチフレーズに掲げる。テーマを3つの思考を意識して、施策を展開し、3つの方法論を徹底して、姿勢の信頼回復に努めるとし。 7つの都市づくりをキーワードに60の施策を掲げた。市長選挙で掲げたマニフェストに沿って、高松市防災合同庁舎、高松市立みんなの病院、八島リクザムフィールドなどの拠点施設の整備を進めた。また、空き家の適正管理や活用に関する条例の制定、マイスの誘致による振興戦略の策定なども推進した。 2019年4月14日告示の市長選挙は現職であった大西以外に届け出がなく無投票当選で4選が決まった。当選後、高松型地域共生社会の構築やコンパクトプラスネットワークのまちづくりを重点に取り組みたいと抱負を述べた。新マニフェストは瀬戸内創造拠点とし、高松のさらなる進化を独創志向、未来志向、 世界思考を大切にして、持続可能で多様性を尊重する共生都市を目指すをキャッチフレーズに掲げる。老若男女の笑顔が輝く元気な高松の創生をテーマとし、6つのちづくりをキーワードに63の施策を掲げた。同年12月3日、性的少数者の同性カップルが婚姻と同等の扱いを受けられるパートナーシップ宣誓制,制度を2020年4月に、 導入すると発表した。2020年5月28日、新型コロナウイルス対策の財源に充てるため、自身の7月から12月までの月額給与を20%減額すると発表した。副市長については10%、教育長と上近関査委員については8%、それぞれ同期間減額する。ありがとうございます。